はようございます。アロマセラピストであり和製油とご当地化粧品のセレクトショップミューズネストのオーナーでもある私コンミューがアロマセラピーの知識や自己流子育て健康哲学などをご紹介するチャンネルです。はい、本日はついに万年筆沼にはまるということで、もともと文房具が好きな人なんですけれども、絶対万年筆だけは手出さんとこって思ってたんですよね。文房具めっちゃ好きで、もともと売ってるジェットストリームの4色プラスシャープペンの、多色ペンとかね、ああいうやつを全部こう改造したりとかして、で東急ハンズの店員さんにこれこれこれをねこういう風に使いたいんですけどって言って、あ、そうですね、自己責任でお願いしますって言って言われるぐらい好きなんですけど最近はねちょっとねこうそんなにこまごましたものをこう取り揃えて、ゆっくりこう自分が好きな絵を描いたりとか手帳をこう細かく描きまくったりとか絵日記つけたりっていうのがなくなったので、そんなに買わないんですけど、まあ今まで全然手にしてなかったね万年筆についに手を出してしまったんですよ。万年筆なんで手を出さなかったかっていうと、まあ第一に高いじゃないですか。今やねその1000円の、まあ、書くのとか書きやすい子供用の万年筆も出てますし、何やったらもうダイソーやったかな、ダイソーで100円のね万年筆ありました。見た目はなんでこんなダサいんやろっていうぐらいダサいんですけど、でも100円で万年筆ありました。普通に書けましたよ、でもなんかまあいいものになってくるともう何万円とかが普通になってきて、でだん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 何十万円とか、もうなんか恐ろしいやつはね何百万円とかしたりしますよね。というわけでコレクションしていきたくなってしまうと散財する可能性が高いじゃないですか。であとはね無数にあるこのインクですよ。本体はまあ自分好みのものをねこう探したら愛用するとしてですよ、こうだんだん手に馴染んでくるっていうのがね万年筆の良さっていうから、長いこと使っていくとしてもですよ、もうこのインク、もうインクどんだけあんねんっていう話じゃないですか。もう沼でしかないですよね。だってもう各メーカーからインクどんだけ出てんねんって、同じ青でも全然ちゃうみたいなね、そういうのがあるわけですよ。まあ、しかもこう国産のものもあれば海外産のものもいっぱいあって、でもほんまそんなんこう自分のこの一色って思ってても、家帰ったら似たようなものがあったとかいうね、なんかそういうなんか大ボケをしそうな気がしてもうコレクションしたらキリがないっていうのがあります。であと3つ目はね、使うシーンがあんまりない。手帳を書くときに結構こう書き直しをすることが多くてですね、最近はずっとこうフリクションを使ってたんですよ。フリクションの多色使いですね。なので、まあ、消えないねインクで書く万年筆で、まあ、しかも水垂れると結構にじんじゃったりとかするので、そういうこう万年筆を使う機会っていうのがあんまなかったんです。まあ、そんな誰かにねそのものすごくお手紙を書いたりだとか、あとあの書類にサインをするだとか、そういったこともないので、まあでもじゃあなんで万年筆にはまったのって言ったら、百貨店の文房具売り場を歩いていたら、あのパイロットの色雫っていうシリーズのねインクを発見したんですよ。そしたらもう名前がですね、朝顔に始まり、こうつゆ草とかね、クジャクとか霧雨とか、もうめちゃくちゃ美しいんですよね。もうなんや言うて、なんかこれ何色これじゃっていうような感じじゃないんですよ。もう黒に近いグレーでさえも竹炭というね黒かなって思うんですけど、そういうねこう名前をつけてるんです。大切ですね名前って。でその中で3色選ぶとこう箱に入れられてね、とってもこう可愛いセットにできたので、それで私和製油の人やのにどっぷりインクだけ舶来物っていうのもなみたいな感じでずっと見てたんですけど、それが結構払拭されました。インクはインクでもその絵の具、昔のあの顔料絵の具ですね、その日本画を描く時の、ああいうこう色味の名前の付け方でちょっとこうあかんって思ってた手が伸びてしまいましたね。3色セットで何を買ったのかっていうと、ヤマーブドウ
これがまたなんか素敵なこう赤紫色なんですよね。で稲穂はもうあの金色のような感じの、まあ、素敵な色味ですな。もうあかん、語彙乏しいな。で松露っていう松の梅雨ですね、こちらの緑色を購入しました。緑といっても、まあ、ブルーグリーンといってもいいですかね。もう何ともこうちょっと表現しがたいんですけれども、あの本当になんていうのかな、渋い色味が多いんですけれども、とってもこう馴染みやすい色味です。でしかもですね、そのインクを入れるのに、まあ、いい万年筆どうしようかなって言って悩んでたんですけれども、あのパイロット製のですねキャバリエかなのシリーズなんですけど、本当もうボールペンみたいな細さで、全然あの万年筆のようなこう膨らみがなくてですね、シュッとしたスタイルのものが販売されていて、でお値段も全然あの万超えない5000円くらいのものだったので、あこれだったら結構長いこと使い続けられるなっていうのと、手帳を書くときに、まあ、あの細いペンケースしか持てないのでそこに入れやすいなと思って購入しました。ちなみに、私が使っているのは細字ですね、 F を使用していて、でカートリッジをコンバーター式にして、でインクを入れ替えて使っています。で主に今はあの店でお買い物してくださったお客様へのお手紙ですね、品物に添えるお手紙と、あと手帳でも変更の少ないあの未来日記みたいなところとか、あと今月のテーマみたいなね、そういうところに使うようにしています。そしたらですね、まあ、万年筆にはまってるっていうのがですね、何かを引き寄せたのか、あのもう一本万年筆が我が家にやってきましていただいたんですけれども、これがまたボディが透明のものなんですよね。もうボディが透明なものの中にカラーインクを入れた時の美しさ、もうこれたまりませんね、はい、なんか芸術の秋という感じがします。なんかあの日本のどこかに自分だけのインクの、ね、色を作れるところがあるらしいですよね。はい、もうなそういうことを考え出したらもう本当に沼なんですよね。でしかもですね、この間あの万年筆使い始めましたみたいなことをですね、まあ、他の媒体でつぶやいたら、なんとあの和製油のですね香り付きのインクっていうのを開発できないかというふうに考えていらっしゃる方がいらっしゃって、ちょっとびっくりしました。もしね書き添えたお手紙からいい香りがしたらすごく幸せだと思うんですよね。で、まあ、昔からお手紙にあの香水を吹きかけてから封筒に入れるような習慣、文化ですね。で日本だと平安時代ぐらいだと香を焚き締めたね紙を使ったりとかしてましたよね。だからそんな感じでお手紙に香りをつけて、まあ、郵便として発送するっていう、こうちょっとアナログな文化がねまたちょっとこう復活すると面白いなって思いました。はい、なんかいざ使ってみるとね、あの文字がやっぱり留め跳ね払いがすごく綺麗に出たりして、あの美しいなと思いました。筆跡が、ボールペンにはないやはり書き味っていうのが出てくるので、とっても万年筆ライフ楽しんでおります。ぜひですね、皆さんの中で万年筆の沼にハマっていますっていう方がいらっしゃいましたら、コメントやレターくださったら嬉しいです。以上、和製油とご当地コスメの専門店ミューズネストのオーナーコミューがお届けしました。ではでは。